はい、ということでさっきの動画はやらせではないかということで、はい、検証、おまけ検証。今全部聞いたから分かるっすよね。同じやつでいい、同じやつでいいっすよ。開く、開くとかさっきのあれと変わんないんですよね。そうそうそう、開いて、うん、でも左足体重で左足重心、左足のここに56、ちょっと足開、そんな開かなくていいです。クラブの動きは、クラブの動きは、うん、まずこんぐらい開きます。この分もっと左向いてください。で、こう上げて、で、こう、あ、じゃあヘッドの重さを感じながらやる。そうそうそう、こういう軌道だ。そうです。で、ここでこう手を使うイメージを覚えてください。手を使うんだ。手をでこう、こう打つイメージ。そう、そんな、そんなビュンって言ったらバチンってこう入ってますからね。そうそうそう、すげえ右に行くイメージしかないですね。大丈夫です。で、この、この棒の線の上にクラブを落としてください。はい、行きます。あーって、クラブもっと短く持ってください。そうです。これもちょっと近づいてあげてください。もっと開いて、そう、で、これももっと左見て、そう、こうだよね。そうっす。このくらい、そうっす。はい、足使いすぎでしょ今の。確かに。こうやって、うん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 、足使いすぎ。あ、で、普段ショットの時に打つんですか。確かに打たないでしょ、はい、バンカーだから、その分重心を下げてるんですよ。下がってない。で、こうやって打つんです。待ってくださいね。線の方にボンってクラブ落として、あれね、このまま打ってください。どこ行ってもいいから、うん、で、コースを、で、コースを、こう、そう、自分の方に向けていくんです、どんどん。ほら、スポーンと上に上がるじゃないですか。今ちょっと支点前から入る。この軌道か、この軌道か。軌道的にはもう一回構えてください、うん、軌道的にはこっちからあれあれコース、あれあれこっちか。そうっす。から、そう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 。軌道が違った。重心低く。行くぞ。おお。モンスピン。モンスピン。え？ノースピン？マンスピン。マンスピン。マンスピン来た。マンスピン。超かっこよかったね今ね。超。ゆっくり振った。そうですよね。ゆっくりだよね。結構ゆっくり。ゆっくりだよね。はい。今軌道が良かった。軌道が。なんだっけ。ここ。緩めていいんだっけ。そうそうそう。そうそう。いきます。上のポンド上がるね。失敗しても行く。うん、ゆっくりだ。なんか結構ライ悪くても打てる気がしてきた。全然打てますよ。ね。左足下がりでもいける気がしてきた。ここくらいで。でもっと左向いてあげればいいんです。入れて。いきます。このヘッドの。もっと開いて。ヘッドの軌道。で、左足体重。あ、そうそう。あ、ごめんなさい。今の完璧に足使ってるね。え、どういう意味？え、めっちゃ足を。こうやってな、うん、左足体重の時は、うん、でもこういうラインができますよ。こっち高いかな、うん、なんかこういうラインの時は、うん、こっからこうやって使うんですよ。前に手を伸ばすイメージ。はぁ、ね、あ、さっきのあゆちゃんに言ったことにちょっと近いかもしれない。こっから足が先前に。なんだよ、かっこつけやがって。前にクラブを出すイメージです。当たってから前に。この時はね、あの打ち方が変わる話ね。そうそうそう、左足下がりだからね。左足下がりとかシュッとね。ほら、前がないから、その分下をもうくぐらして前に遠くに。左足下ですよ。そのまま持って開いて、クラブを持って開いて、そうっす。ここね、はい、左足下です。はい、で下に出す。はい、めっちゃ手前から入って、上、打ちに行こうとしすぎです。ボールここから入ったんですよ。その線があって、うん、この線に落とすんですよ、
った線ね、はい、線怖くない、怖くなくなりますよね、線怖くなくなった、はい、この軌道が大事なんだ左足下がりできるようになった、難しいと言われそうな、左足体重で開いて下にスッと出す、そうです、あ、もうほらもうめっちゃ手前から入ってるじゃん、手で打った今、はい、線が怖っすよ、なんで手で打ったの、軌道がおかしかった、線がないから、線がないから、くそ線、もっと短く持ってくださいそうっす、線ちょっと手前だ、左足体重から右足体重じゃないですか、足が左足体重のままなんで、そうそうです、あとこれちょっと硬いから下が、でも硬くてもこの近くできれば関係ないですか、うん、ですよね、はい、左足体重のまま、はい、もっと短く持って開いて、これか、左足体重、そうです、その形を崩さないでクラブを落とす、あ、落とす、はい、うん、落とすだ、振ってた落とすだ、で今宮下さん最初1個前のやつは、うん、打った後こうなす、そう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 、じゃなくて僕がさっきやったのはこうなす、ね、うん、もうこの形は崩さないですよ、この形は崩さないで手だけ落とすね、はい、で逆にこういう例えば、うん、こういうライあるじゃないですか、こういうライ、うん、前にも下がってるし、左足も下がってると、うん、そういう時はもう余計崩さないです、この角度で、こういう今のほら、すげえガバッて、おすげえ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 、はぁ、水をこれだけ使えてると止まるんですよ、あ、でもまあ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 できた、このヘッドの軌道っすね、はい、これ動画でも分かんのかな、 どういう軌道だって、もう一回ゆっくり、開いて、うん、前盤と後ろ盤やろ、はい、前から見ると、うん、このクラブのなんていうんですか、トゥトゥ上トゥ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 をトゥを上げるイメージです、一番上がってるとこね、はい、うん、を上げてからこのまま2を下向けたまま、あー2はこうはなんないです、バンカー返しちゃダメなんだ、バンカーは返さないですよ、このままこういうイメージ、かっこつけやがって、こっち側行こう、こっち側、はい、別に難しいこと言ってないもんね、止まんないボールが、難しいこと言ってないっすよね、うん、後ろから見ると2をこっち側に上げて、うん、逆に今度は前から見た方がいいか、上げた2をインパクトはこういうイメージです、下にある、はい、でこのまま肘を抜くというかこういうイメージ、左足に乗っかったまま、体重はもうずっとこのままです、右足はもう余裕、右足に体重は一切残らないです、それでちょっとカッコつけていいですか、ボールがです、カッコつけすぎですね、見てるかヒロさん、田中くんだいぶでもやりやすいと思います、ね、やりやすいと思いますよ、うん、左足を忘れなければ、はい、あとこれの軌道ね、はい、いいと思います、このエッジがいけてるからじゃないですか、いや、どのエッジもできます、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、カイト君に習いたいことあったら言ってください、コメント欄お待ちしてます、はい、僕のインスタグラムにもどんどん DM とかしてください、はい、僕全部丁寧に答えてるんで、はい、お願いします。
カイトスミなんで。カイトスミです。カイトスミじゃないです。カイトスミでちゃんと出てくるんで。はい。お願いします。ありがとうございました。リンゴルフオープンニュースのお時間です。12月5日、太平洋クラブ御殿場ウエスト。こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します。おお、リンゴルフオープン2019の大トリを飾るのは2020年1月17日埼玉県南山カントリークラブです。うん、いいコースだ。来年ということもあり、実は参加エントリーをしてくださっている方がとても少ないんです。決勝進出を目指している方はおすすめです。リンゴルフオープン2019も少なくなってきました。皆さんぜひご参加ください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。